はい、こんにちは、たぬき農場です。前回ね、黒塗りで、ちょっとね、取材させてもらいました稲見農場さんに来てます。うわー、トラクターが3台も、何台あるんだ。アトラスが1台で、トラクターが1台、2台、3台が4台、積載車ですね、3トンの積載車と、これが当て塗り機、当て塗り機だよね。あ、当て塗り機だ。で、これが小橋のドライバーハローですね、ウィングハロー。よいしょ、画面に入りきれない。うわ、すごい、でかい。小橋のウィングハロー。いや、綺麗じゃないの、稲見さん。綺麗だよ。ああ、綺麗じゃん。ね、そうだよね。すげえ。これで いくつ幅？じゃ、一旦も行って帰ってきたくらい終わっちゃうんだ。もう笑うしかないね。あ、そうなの。じゃあ三つぐらいに追んないと。三つぐらいに追んないとあれなんじゃねえか。ああ、そうなんだ。いや、すごい。稲見さん、上賀茂ファームと森さんちも食に引き受けてたな。100兆部だよ、100兆部。すげえ。あれ、この間乗ってたのが一番でかいやつ ?65。あ、70馬力もあんだ。トラクターだけだって1000万じゃ買えねえんじゃね。この間黒塗りやった後、黒話はまた別の機械なんだ。これが黒話の機械なんだ。そうだよね、綺麗な溝になってたからさ、行ったら。あ、これはもう黒話専用の機械なんだ。あ、作ったの。あ、普通の好きじゃないよね。南農場ハンドメイドだ。うわ、すげえ。いや、この間あの後行ったらさ、綺麗にマルチかかるように上がってたからさ。ああ、そうなんだ。いや、おかげさまで稲見さんの黒塗りの動画は結構皆さん見てくれて。だって、ほら、黒塗り機だってダブルで使ってるっていうのはないよ。俺、YouTube で調べたけど、シングルは使ってる人いるけど、ダブルはないわ。だから、だから、あとはまあ、YouTube に出てきてないだけでね。いや、すごいや、これ。いや、なんか、俺がちょこちょこ来てた時よりも農機具で倍ぐらいになってるよね。何年前だろうね。かなり前だよね。あ、これあったよ。だからこれあって、ほら、フォークリフト探してる心だよ。ほら、トンブクロでやるようになったんで、フォークリフト探してんだって言って、ほら、
俺のいとこが道を行ってるからじゃあ声かけてみるねって言ってたら南さんからあ適当なの見つかったよっていう連絡を受けたんだよ。あそっか。じゃあいやこれすごい。でこれどうやって持ってきたの？トラクター持ってって装着して。で装着して持ち上げてな。うんそうだよな。いやすげえや。じゃあ何これ使ってた人はさこれよりもでかいのにしたの？いやこれは出品した人は頼まれた。あ、じゃあ知り合いなんだ。これもちろん今のだから 4S だよね。うん、4S だよね。ガシャンとね、うん。今もほとんど 4S だよね。3S ってないよね。ちょっとこれ、折りたたむ部分っていうのは何センチなの？ 1 メーターぐらいあるの？ここでしょ？2メーター20ぐらい。今ほら道交法改正になって今度装着したまま走れっからね堂々と今までは違法だから一応後ろへこういう反射板みたいなのね。ああそうだよね。何かあった時大変だからね。あ、そうなんだ。あ、じゃあブレーキと連動で。あ、そうだよね。あれ、この間使ってたヤンマは？あ、こっちへ。これ何馬力？70馬力。お、あ、排気量でかくしなくちゃなんだからね。エンジンでかくなるから。そうだよね。だからほら、俺らが高校生の頃って結構フォードあたりのってガタイでかかったじゃん。今はコンパクトになったよね。もう大体黒塗りは終わったんですか？まだまだ。あの木から。でもあんまりしっとりしててもダメなんでしょ？そうだよね。その辺のね、兼ね合いがね。だから雨上がりの何時間後とかそういうレベルになっちゃうんだろうね。なかなか、ね、面積やってったらそんなわけにいかねえもんね。墓いかねえもんね。まあ、この手に行くときが楽しみだね。いや、農機具がさ、どのくらい増えてるかさ。そうだよね。だから、体と壊れたときがね、だって稲庭のとこなんかでかいからさ、一日止めだったらでかいじゃん。それはやっぱり呼び切ってほしいよね。素人が手出せないよね。だからうちもほら最近でもないけど 3,4 年前にトラクター買った時もなるべく電子機器のついてないやつにしてくれアナログなのにしてくれこれで何キロぐらいあるのかなり重いよね。そうだよね、これぐらいあるとね。油圧なんだ、モーターじゃなくて。開閉。そうだよね、この太いホース油圧だよね。あんまりいないんだ。あ、電動のやつなの。ああ、そっかそっか。
初は電動だったんでしょ、これも。最初は油圧だったの。あ、手動で。よいしょって。あ、オリジナルは、うんうん。あ、共同のやつ。うん。あれは手動だろうな、多分ね。手でよいしょだよね。あれ、油圧のダンパーが抜けちゃったってのも動かないよね。あれ展開したまま言わず壊れだけで最悪だよね。一般道路なんか走れねえもん、あんな幅の広いの。うん、あ、そう、あの、うんうん、ほんでほら、うん、重心が高くなるから危ない。うん、お、うん、これになったんだよね、ウィングハローにね、うん、だって俺自分使ってるのタダでもらってきたんだもん。知り合いがこのほらウィングにしたんで、で今まで使ってるのをどうするって言ったら、ちょうどいいもらって、ダンプ一応吹けて終わったんじゃねえ、早いやな、あ、全然安いよ、あ、そのもんで買えた、もっとも世代の使う人ってのは結構簡単だな。だよね、うん、だから今5畳6畳なんての中古で買う人がいないよね、うん、結局ゴミだよね、うん、だってさ、手紙やってる人がさ、あの、まあ、いくら5、600アワーだってさ、中古なんか買わないもん。だってどういう使い方してるのか分かんないもん、危なくてさ。だったらあの自分で使ってるやつを予備機で残してでかいのに乗り換える、うん、ちなみにさ、稲見さんさ、このセルフ3トンだけど何畳ぐらいまでの、あのコンバイン、コンバイン、うん、5畳6畳になったらはみ出したでしょ、幅が、うん、6畳の乗るんだ、あ、6畳なんだ、あー、そうなんだ、うん、うわ、こんなでかいの乗ってんだ。稲見さん、これ一旦本なんかやりようがねえじゃねえっけ、こんなでかいやつじゃ、あれ、キャビン付き1500万ぐらいするっけ、みんな中古だよ、あ、中古系、これが250、うんうんうん、1000あったんだよ、もう笑ってるしかないよ。1000万なんてお金ないよ。あの、いや、俺の知り合いがさ、あの農家の方で営農集団やってんだけど、補助金出るやつってもう200万だって、 6畳じゃねえ、2000万、6畳のキャビン、あ、ヤンマだ、あ、クボタだな、うんうん、130バレル、うん、そういうのじゃないと補助金出ないんだって。でもさ、半額で買ったって1000万でしょ、なんで修理屋やバカなんねよな、だってこんなやつさ、例えばキャタ切れだって現場でなんか切れてたらアウトじゃん、どっちがメインで使ってるのこれ、だからこれ最初に買ってその頃はイネと無に使って、うんこの後これやればいいものあったんで、こっちのいいものが新しい、ああそっか、そうすればマジンでもな、絶対な、うわぁ、何してよ、でもこれこういうでかい倉庫にして正解だったね、ちっちゃくなるってことはないもんね、もうちょいね、うん、うわ、やっぱキャビンが2台ってのもすごいな。多分さ、あの ネットっていうか YouTube やってて、あのキャビン付き2台62台持ってるって人まずいないよ。やってる人で、うんうん、いないいない、結構やってる人は何でも持ってるんだよ、いや、まあ100兆分ぐらいやってることにしていきましょう。やっぱり、まあ、それはまずい。数字でかい方がいいから。
の動画から足ついちゃったりして、おめえが余計なこと書くからね、怒られちゃうからね。ああそうなんだ。なんだけど、もうほら、俺らがさ、写真なしの時代から撮ってたからいいけど、あの若い人が写真なしじゃねえとやだなって言ってるよね。まあ、それでね、これからね、うん、でもさ、あの人的は入れ替えできないんだから写真が必要でいいんだけどな、本当はね。俺、トラクターのキャビン付き嫌なんだよ。箱の中に入ってて窮屈で、うん、だから会社でもトラクター乗ってたんだけど、キャビンなしの方に、うん、だってこれからもうほとんどキャビンだったんじゃないの、うん、やっぱ今年ミーはどうなの、大体順調、あれ、大丈夫なの、あんなに早く放置したって、去年なんか。あれ、だって、ミニフミ、みっちりやったって、この電話は関係ないもんね。適当な温度で出ちゃうからね。だからさ、もうここら辺は、あの、自宅でさ、北海道あたりが、今の新潟ぐらいで気候になってさ、北海道の米はうまいんだよね。今週の米はもう、あの量は取れるけどまずいんだよねって。そうだよね。だから沖縄の方は肉食ってるよ。だって作れてるの？ああ、そういう意味でな、うん、2回作るかもしれないね。いや、すごいわ。もう この次は、あれだね、この次来た時は、多分南さん、どうしてで行ってて、コンビニが勝手に満タンになって帰ってくる、そういう時代になるよね。でも自動運転あるもんね、今ね。手前だね、うん。まあね、それでうなっちゃうね。そうだね、あれ、軽トラ問題もあるのは、あれ、もみ運って、何運び、だって、アトラスあんたもアトラスのがいっぱい積めるじゃねえ。あ、ハウスの中入れないんだ、アトラスじゃん。うん。あ、でかいのがやっぱ出入ってくるね。うん、人車で運んでそこからアトラスに積みたいんだったら、軽トラでハウスの方で入ってきたって、そっちが早いな。問題もあるんだ。軽トラ3台持ったら、俺、南の女は従業員何人いんだよ。それ軽トラが自動運転だったかもしれないね。でも、積んでやる人がいねえとダメだからな。ああ、了解です。あ、そう。ナーバウムで回ってるの？あ、電話で行ってねえんだ。
と先祖から2000ぐらいは並んでるの。ただあのほらもみが当たったら中に穴が開いちゃうっていうのは楽しみです。そういうのは溶接して仕掛けたりとか、あとはベアリング関係とか、それも言ったことは厳しいかな。もっともメーカーさんだって油性の泡も使われちゃったみたいなのがあるんだね。あれ今でもずっとヤンマーってマルハンなの？あ、ずっとマルハンなんだ。いや俺はもうヤンマーマルハンやめたんかなと思ったら違うんだ。どうあのやっぱりマルハン使っちゃうとマルハンが乗ってる。慣れだかんな。そうだよね。一概には言えねえ。陸上あれで乗るんだ。三トンで。やばい。でも、まあ自分で限りこの野郎と言われねえから。俺もいとこんとこのセルフで4畳運んだんかな。で、ほら、ユニック付きなんで、ちょっと。それとほら、ユニックの分長さが短くなるから、4畳が限界だ。じゃあ、ゆみさんっていうのは、あれで6畳まで持って歩けるんだ。これ以上は出なくなるかもしれない。6畳なんですね。だって、今度は、これを一度リカバリしたら運べねえよね。70キロもあったんだ。それから手書きやる人はセルフでね。あれあれこれが一番のあるんだよ。楽な気になったよ。まだいいけどね。だってこんなのばらまいてたら大変だから。だからセルフである程度前にはかけてやればばらまくってもねえからね。こんなのどうでもことしちゃう。キャビンなしだ。まあこれ乗っちゃったらキャビンなしは乗れるかもしれない。あ、俺見たことない。だって去年の稲刈りの時期はうちにいたはずだから。あそこに終わったからね。あそこは苗運ぶためにペーストがいっぱい持ってる。で、クレーンコンテナは1個なの？1個なんだ。だってこれじゃあっという間でしょ、クレーンタンク1個。今度はアルバイトで稲見さんのもみ運びやったら、あとはそうです。ありがとうございます。いい目の保養になりました。じゃあ、間もなく一陣なんで、そろそろ帰ります。忙しいのにね、すいませんでした。またいや、動画でお金になるようになったら、出演料払いますから。はい、皆さんすいません。ありがとうございました。いやいや、殺すね。この次になったらまた納期も増えてしまう。精米機はどういうことですか？精米機は1回どうしよう。1回、ほんじゃもう戻らない。そう。あ、いいやつ。そしたら、これは量が少ないとダメなんだって。あ、そうなんだ。みっちり半ねと、循環するから。みっちりじゃなくて、13キロ以上でやってるっていう。そういうつぐまりこと言わねえんだもん。本当だよね。あ、買っちゃってから。
っとあのほらオレンジはさ冷蔵庫に入れとくじゃん米、うんうん、そうするとこの一回同士だとあの夏なんかだと一回常温に戻さないと、うん、あのぬかがあの結露しちゃうんですよ。で詰まっちゃうんだ、うん、だから夏なんかはこっちの循環式のがいいよね。いきなり電話かかってきてさ、明日この来てないとって大変だよね。だから僕ならばほら、もみ殻でできんだけど、うんうん、これはできないんだ、ね、これはね、うんうん、あ、これ最近買ったんだ、綺麗だね。そう、うん、去年がこれだったんだ、ね、あ違う。でも、こっちの、循環式のが米あったまんねがね、こっちのあったまんねですよ、うん。いや、夏なんか本当に人肌の中ね、うんうん、だもん結露しちゃうよね。僕もだいぶ使ったんで、うん、自分のベアリングがおかしくなっちゃった。あ、ガガガガ、落とすんだ、うん、それの後終わりだよ、うん、でどうしてもほら最後機械掃除すると揉めで出るから、うん、あだからあれ置いとかないとしょうがない、ね、あそうだよね。あの乾燥機とかさ、うん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 、お店はなんかみんな、うん、タデマと結構たまるよな。うん、俺ちだかゴミと一緒に捨てちゃうけどさ、少しぐらいは。もったいないよね。もったいないよね。うん、だってコンバインだって掃除すると結構これだけでかいと出てくるもんね。うん、で水に入ったんだよ。ほんで俺ちね猫飼っとくんだ。あ、そうか。うん。だって、乾燥機なんか配線食われちゃうとさ、何十万もかかるのも修理だよ。バカになんね。じゃあ、はい、また、忙しい時期終わったら来ます。はい、いろいろお世話に。はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、はい、どうも。はい、すいません。